皆さんこんにちは。今日はお掃除動画です。気持ちよく新年を迎えるために気になる場所を裏技でお掃除していきたいと思います。はい、今日はトイレ掃除からやっていこうと思うのですが、顔の公式サイトでこちらのトイレマジックリンを使ったお掃除裏技動画が掲載されているので、そちらを参考にお掃除していきたいと思います。こちらは5分放置なので、その間に洗面ボウルや床の掃除をします。鏡はガラスマジックリンを使います。では5分経ったので水を流します。こすったわけでもないのに綺麗になっていますね。すごく簡単でした。続いてお風呂場の掃除です。排水口の掃除ですが、ここではこちらの洗剤、強力カビハイター排水口スッキリを使用した裏技を試してみます。
ちらは30分放置している間に窓掃除をします。最後に窓のサッシですが、引っ越してきて数ヶ月でもかなり汚れています。ここでも裏技を使いましょここも簡単に綺麗になりました。ではお風呂場に戻って排水口に水を流します。見てください、放置していただけなのに排水口も排水口カバーも綺麗になっています。ここは毎日掃除しているのでそんなに汚れていたわけではないんですけど、ぬめりもなくなってますね。すごく簡単でした。今回は花王の商品と家にある日用品を組み合わせて掃除をしてみましたが、すごく簡単でしたし綺麗になり気持ちもすっきりです。特にこちらの排水口すっきりは放置しておくだけでモコモコの泡が汚れを包んでくれ、排水口と同時に排水口カバーも綺麗にすることができました。これならお掃除も苦にならないですし、大掃除だけでなく普段の掃除に簡単に取り入れやすいと思いました。今回実施した裏技以外にも公式サイトにはたくさんのお掃除の裏技動画が掲載されているのですが、綿棒マイペットやアミドクイックルも汚れが気になってきたら実施してみたいと思います。公式サイトにはさまざまな裏技動画とお掃除トゥードゥーリストや開運お掃除などさまざまなコンテンツがあります。どうせお掃除するなら運気もアップしたいですし、とても参考になることが書かれてあったのでぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。